別の天中宙に分け与えられた楽園エデン、私断罪の公女は、流通のために作られた船は港に泊まる。運命のささやきが聞こえる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。花を買い酒を持ち、船の上からリーウェの景色を堪能しようとしたが、共に過ごした旧友はもういない。あの古き友との再会はいつ叶うだろうか。旧友はもういない。運命。イルチャールのお兄さんが病気になった。イルチャールのお兄さんが看病して